明日今シーズン初勝利を目指すアルビ。選手たちは声を掛け合いながら真剣な表情で練習に汗を流しています。明日のホーム甲府戦に向けて練習に励む選手たち、互いに声を掛け合い軽快な動きを見せました。今シーズン3枠1敗の18位と未だ勝ち星のないアルビ。選手たちはホームでの初勝利へ強い思いで臨みます。サポーターの皆さんは、はい、勝つ姿を見にミクさんに来てくださっているので、勝ちを届けられるように精一杯頑張ります。次節の相手はリーグ13位、堅い守備を誇る甲府です。初勝利への鍵はやっぱり、逆転するのは、はい、引かれた相手には非常に難しいので、やっぱり先制点は本当に大事なので、明日は先制点取れればいいなというふうに思います。アルビは今シーズンスコアレスドローの試合を除き、すべての試合で相手に先制点を許していて順位も低迷。そんな中、意気込むのはチーム状況としても勝ちが欲しい試合だと思うので、自分のゴールももちろんそうですし、チームとして結果にこだわってやっていきたいです。昨シーズン13ゴールでチーム最多得点を挙げたフォワード、谷口海斗選手です。未だ今シーズン無得点とゴールに飢えているストライカーに指揮官も期待を寄せています。シンプルにハイドまで打てた、入らないから打つのやめてじゃなくて、入るのです。下向かず諦めず打ち続けてほしいなと思ってます。今シーズン初の先制点で初勝利へ。甲府戦は明日午後2時キックオフです。